歴代史第2、15章。すると、神の霊が、おででの子、アザルヤの上に臨んだ。そこで彼は、朝の前に出て行き、彼に言った。朝及び、すべてユダとベニヤミンの人々よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方が、主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方が、この方を求めるなら。 あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。長年の間、イスラエルにはまことの神なく、教師となる妻子もなく、立法もありませんでした。しかし、その悩みの時に、彼らがイスラエルの神、主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。この時期には、出ていく者にも、 入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。そして彼らは民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみを持って彼らをかき乱されたからです。しかしあなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。 朝はこれらの言葉と予言者オデでによって予言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの産地で攻め取った町々から、忌むべきものを除いた。そして主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。さらに彼はユダとベニヤミンのすべての人々、およびエフライム、ワナセ、シメオンから来て、 彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼の神、主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。こうして朝の地政の第15年の第3の月に彼らはエルサレムに集まった。その日、自分たちが携えてきた分撮り物の中から、牛700頭と羊7000頭を主に生贄として捧げた。 さらに彼らは心を尽くし精神を尽くしてその父祖の神、主を求め、誰でもイスラエルの神、主に求めようとしない者は小さなものも大きなものも男も女も殺されるという契約を結んだ。それから彼らは大声を上げ、喜び叫び、ラッパと角笛を吹いて主に誓いを立てた。ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。 彼らは心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を死体求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲の者から守って彼らに安息を与えられた。アサ王の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼は王母の位から彼女を退りけた。アサはその憎むべき像を切り倒し、粉々に砕いてキデロン川で焼いた。 高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった。彼は彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち銀、金、器類を神の宮に運び入れた。朝の治世の第三十五年まで戦いは起こらなかった。